皆様こんにちは、高橋克典です。いかがお過ごしですか？コロナ疲れのお子さんたちのために、そしてまた頑張って生きてるのに、もう誰にも本なんて読んでもらうことのなくなってしまった大人の皆さんの癒しにしていただいてもいいんですけれども、以前から好きだった絵本の読み聞かせ、あるいは本の朗読をして、皆さんにひととき、ほっこりした時間を持っていただけたらと思い、遅ればせながら立ち上げさせていただきました。今回これをですね、以前からお付き合いさせていただいております、嵐の夜にという作品が大変有名な木村雄一先生に打ち明けたところ、ご許可をいただくことができまして、この場を持つことができるようになりました。木村先生はじめ、スタッフの皆様、出版社の皆様、誠にありがとうございます。さあ、それでは期間限定ではありますが、そして遅ればせながら、この55歳高橋克典が読む絵本の読み聞かせ、うまくいくといいんですが、やってみたいと思います。楽しんでいただけたら幸いです。講談社シリーズ嵐の夜に、木村雄一作、阿部寛絵、嵐の夜に。ゴーゴーと叩きつけてきた。それは雨というより襲いかかる水の粒たちだ。荒れ狂った夜の嵐はその粒たちを、ちっぽけなヤギの体に、右から左から力任せにぶつけてくる。白いヤギはやっとの思いで丘を滑り降り、壊れかけた小さな小屋に潜り込んだ。暗闇の中でヤギは体を休め、じっと嵐の止むのを待つ。ガタン、誰かが小屋の中に入ってくる。はあはあという息遣い。何者だろう。ヤギはじっと身を潜め、耳をそば立てた。コツン、ズズ、コツン、ズズ。一歩一歩硬いものが床を叩いてやってくる。蹄の音だ。なんだ、それならヤギに違いない。ヤギはほっとしてそいつに声をかけた。すごい嵐ですね。え、おや、こいつは失礼しました。いや、真っ暗でちっと気がつきませんで。相手はちょっと驚いて荒い息で答える。私も今飛び込んできたところですよ。しかしこんなにひどくなるとはね。まったく、おかげで足はくじくし、おいらも散々ですよ。相手はやっと大きくため息をつき、杖にしていた棒切れを床に置く。ということは、そう、その杖をついてやってきた黒い影はヤギではなく狼だったのだ。特にこの狼、鋭い牙を持ち、ヤギの肉が大好物と来ている。あなたが来てくれてほっとしましたよ。ヤギの方は相手が狼だとはまだ気がつかない。そりゃおいらだって嵐の夜にこんな小屋に一人ぼっちじゃ心細くなっちゃうんすよ。どうやら狼の方も相手がヤギだとは気づいていない。よっこらしょっと。うわ、いてててて、ね、どうしました？いや、ここに来るときちょっと足をね。そりゃ大変。ほら、こっちに足を伸ばしてくださいよ。それじゃちょっくら失礼して。よいしょっと。狼が伸ばした足がちょんと
ヤギの腰に当たる。ヤギは、あら、蹄にしては随分柔らかいなと思ったが、きっと今当たったのは膝なんだと思い込む。突然狼が大きなくしゃみをした。大丈夫ですか？いや、どうやら肌風邪をひいちまったらしい。はあ、私もですよ。おかげで全然匂いがわからないんです。今わかるのはお互い声だけってわけですね。本当ですね。狼の笑い声を聞いてヤギは思わず、狼みたいな凄みのある低いお声でと言いかけたが、失礼だと思い口を閉じる。狼の方も、まるでヤギみたいに甲高い笑い方でやんすねって言おうとしたが、そんなことを言ったら相手が気を悪くすると思い、やめることにする。風のうなり声と小屋に叩きつける雨の粒が代わり番号に響き渡る。どちらにお住まいで？ほら、バクバク谷の方です。バクバク谷ですって？あっちの方は危なくないですか？そうでやすか。まあちょっと険しいけれど住み心地はいいでやすよ。バクバク谷と狼たちのいる谷である。度胸があるんですね。私は沢沢山の方ですよ。おお、そいつは羨ましい。そっちの方はうまい食い物がたくさんあるじゃないですか。うまい食い物とはヤギのことである。まあ普通ですよ。その時2匹のお腹が同時に鳴る。ぐー、あ、そういえば腹が減りましたね。本当に私もペコペコですよ。ああ、こんな時うまい餌が近くにあったらな。わかりますわかります。私も今同じことを思ってたんです。あ、そういえばおいらよく沢沢山のふもとにあるふかふか谷のあたりに餌食べに行きますよ。おや、偶然。私もですよ。あそこの餌は特別うまいっすよね。匂いもいいし、柔らかいのに歯ごたえもいいっすから、毎日食べても飽きないくらいですよね。ほんと、でも一度食ったらやみつきになっちゃうす。ああ、その言い方ぴったりですよね。ああ、思い出しただけでたまらねえ。およだれが出そう。あ、思いっきり食べたい。そこで2匹は同時に、あの、おいしい草とヤギが言い、リクルと狼が言った。けれども、ガラガラと遠くで鳴った雷にちょうどその声はかき消された。あ、そういえばおいら子供の頃は痩せっぽちでね、今じゃ特別大ぐらいですけど、あの頃はよくおふくろから言われたもんですよ。もっと食え、もっと食えってね。あら、私もですよ。そんなじゃいざという時に早く走れないでしょ。早く走れないと生き残れはないわって。食事の旅、母親にね。あ、そうそう、おいらのうちも同じ言い方っすよ。早く走れないと生き残れないわよって。
私たち本当によく似てますね。本当、真っ暗でお互いの顔も見えないですけど、実は顔まで似てたりして。ピカッ。その時すぐ近くで稲妻が光り、小屋の中が昼間のように映し出された。あ、私今うっかり下を向いてましたけど、今私の顔見えたでしょ、似てました。いや、それがまぶしくて、ほら思わず目つぶっちまって。まあもうすぐ夜が明ければわかることですよ。ガラ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 。突然大きな雷の音が小屋中を震わせる。思わず2匹はしっかりと体を寄せ合ってしまう。あ、失礼。どうも、私この音に弱くて。うわぁ、おや、おいらもなんですよ。はぁ、びっくりしましたね。なんか、私たちって似てると思いません？いや、実は、おいらも今、気が合うなって。そうだ、どうです、今度天気のいい日にお食事でも。あ、いいっすね。ひどい嵐で最悪の夜だと思ってたんですけど、いい友達に出会って、こいつは最高の夜かもしんねえっす。おや、もうすっかり嵐もやみましたね。お、本当だ。雲の切れ間にほんのわずかだが星すら出てきた。それじゃとりあえず明日のお昼だってどうです？お、いいっしょ。嵐の後は特にいい天気っていいやつからね。会う場所はどうします？お、じゃあこの小屋の前だ。決まり。でもお互いの顔がわからなかったりして。じゃあ寝るためおいらが嵐の夜に友達だったものですって言いやすよ。はははっ、嵐の夜にだけでわかりますよ。じゃあ、おいらたちの合言葉は嵐の夜にってことっすね。じゃあ気をつけて、嵐の夜に。さいだら、嵐の夜に。さっきまで荒れ狂っていた嵐が嘘のように爽やかな風がふわりと吹いた。夜明け前の静かな闇の中を手を振りながら左右に分かれていく二つの影。あくる日、この丘の下で何が起こるのか。この葉の雫をきらめかせ、ちょっぴりと顔を出してきた朝日にも、そんなことわかるはずもない。おしまい。嵐の夜にシリーズは第2巻、ある晴れた日に、へ続きます。